それでは早速自己紹介よろしくお願いします。ロイヤルホテル沖縄残波岬ショッピングプラザの店長をしてます神谷と申します。よろしくお願いいたします。まあ、夏休み期間、まあ、子どもさんとか、はい、まあ、楽しんでいただけるように、はい、一応は工夫を凝らしまして、はい、まあビンゴ大会とか、まあ、これは8時、まあ、夜だいたい宿泊のお客様がメインになると思うんですけども、はい、エイサーだったりとか、はい、縁日、まあ、私あのショッピングプラザやっぱり担当してるんで、はい、あのショップのすぐ前の方でですね、まあ、射的とか、はい、まあ、スーパーボールすくいとか、ピンポン玉をこうポンってやってはい、グラスに入れてこう、まあ、商品をいただくようなものとかそういった輪投げみたいなやつをやってまして、はい、まあ、それでまあお客さんにも楽しんでいただけるのかなというふうには考えております。 あとはまあビンゴ大会なんですけども、はい、意外、まあ、こう商品が、はい、もう自分もびっくりするぐらいいいものが入ってて、はい、まあ、こうビンゴカードなんですけども、はい、まあ、ショッピングプラザの方でまあ、こちらの8時30分まで販売を行ってるんですけど、はい、まあ、館内利用券1000円分の館内利用券を、まあ、購入していただけるとビンゴカードをお配りするという形でさせていただいていて、はい、まあまあ、近くに寄った際とか、はい、まあ、ディナーとか食べた後とかそういった部分で、まあ、情報まあ、知らない人がいればですね、ぜひショッピングプラザの方でビンゴカードも購入いただけますんで、それで、まあ、もし、まあ、宿泊でも結構ですし、はい、立ち寄りでも結構なので、はい、お時間ある方がいらっしゃいましたら、まあ、このビンゴカード、ビンゴ大会が、毎週の火木土ですね、まあ、21日までなんですけども、行っておりますんで、はい、まあ、これはいい情報だと思います。宿泊券とかあるんですよ。あ、そうなんですね、はいはいはい、商品の中に宿泊券とかがあったりとか、まあ、読谷の雁鶴さんのとか、はい、まあ、このリゾケットっていうのがあって、はい、そこからの商品ですね、まあ、お家に届くような形でですね、ご準備しているものもあって、あとはまあ子どもさんの、まあ、おもちゃだったりとかそういったもの、はい、まあ、1日こう数量は決まってるんですけど、はい、それをまあ提供するような形で行ってるんで、ぜひ、まあ、ご宿泊または、はい、お立ち寄りでもご利用いただければかなと思います。ショッピングプラザ、フロントの横に1箇所と、はい、プールの方に抜ける場所にもう1箇所、はい、ショップがありまして、はい、実はですね、まあ、オーシャンショップっていう場所なんですけども、はい、プールに抜ける場所、まあ、お時間的には、はい、こちらが8時半から一旦11時で、閉まってるんですけど、はい、また4時半から9時夜の、時間帯を空けてるんですけども、はい、そちらの方店内の商品ですね、はい、まあ、一部商品除外される部分はあるんですけども、はい、まあ、20% から 40% オフで販売してるんで、ぜひ、見ていただきたいなと思います。具体的にどういった商品が対象商品になっているんでしょうか。実はですね、まあ、仕入れたものなんですけども、はい、やっぱり去年今年 と、なかなか、お客さんをお迎えすることができなかったので、はい、まあ、できるだけお安くお客様に提供できないかということで、もうちょっとこの思い切って思い切って社員割引以上な割引で、ちょっとセール商品としてお出ししております。はい、あと、まあ、残波のオリジナルのブランドの、はい、まあ、ジブのバッグだったりとか、はい、そういったのも、まあ、中には混ざってるんですけども、そういったのも中に入れて、販売してるんで、ぜひ見ていただけるだけでもいいのかなと思いますので、ぜひ、はい、お声をおかけいただければかと思います。